ソルノバ太陽熱発電所は、スペインアンダルシア州セビーヤ県サンルーカルラマイオルに設置されている太陽熱発電所である。増設中の部分も合わせると大きく分けて5つの部分からなっており、発電設備増設中の2010年時点でも合計の出力は100メガワットを上回っていた。ただし、2010年8月現在稼働中の3機の 発電機については、補助の熱源として、天然ガスの燃焼を利用できるようにもなっている。なお、ソルノバ太陽熱発電所は、太陽熱発電所のプランタソラール10及びプランタソラール20と隣接している。右が1号機、左の手前が3号機、左の奥が4号機。いずれも出力は50メガワットである。2010年6月撮影。 ソルノバ太陽熱発電所は2010年中頃に発電を開始した。ただ、運転開始後にも発電設備の増設が行われており、具体的には先に運転を開始していた1号機と3号機に加えて2010年8月には4号機も運転を開始した。建造したのはスペインの企業アベン・ゴアソラール社であり、運転も同社が行っている。 いずれの発電設備も出力は5 0ットであり、2010年8月時点でソルノバ太陽熱発電所は1 5 0ットの出力が可能であった。さらに2010年8月時点では2機が建設中であり、5号機まで建造される予定であった。それらも5 0ットの出力で建造される予定なので、最終的に ソルノバ太陽熱発電所は250メガワットの出力になる予定であった。なお、就航方式は5機すべてがパラボラトラフ式になる予定であった。ただし、稼働中の1号機と3号機と4号機は、太陽熱を主要な熱源として利用しているものの、太陽熱が十分に得られない時のために、補助の熱源として、天然ガスの燃焼を利用するための設備も併設されている。 熱源が何であれ、タービンを回転させられるだけの高圧の蒸気を生成させられれば、発電は可能である。つまり、ソルノバ太陽熱発電所の1号機と3号機と4号機は、太陽熱発電所であると同時に、火力発電所としても機能する。アベンゴアソーラーリーチズトータルオブ193メガワットオペレーティング。2010年11月1日閲覧。AB。 ソルカプラットフォーム、その場。2010年11月1日閲覧。ソーラータワー、セビリア、スペイン。パワーテクノロジー、ネットリソーシズ・インターナショナル。2012年3月20日、閲覧。ありがとうございます。